はい、こんばんは、こんにちは、おはようございます。今回は風の発生についてやっていきたいと思います。じゃあまずね、風の説明をする前にちょっと気圧について見ていきましょう。気圧ですね、このちょっと図を見てください。この図をね、で、気圧っていうのは何かっていうと空気の圧力だよね。空気の圧力で、どういう時に圧力がかかるかっていうと、ちょっとこの図見て、この人にかかる圧力っていうのはこのね、粒々があるでしょ。空気の粒々、空気の粒々が重力によってね、ちょっと落ちてくると、下にね、この人押してくるんだね、重力によってね。なのでつまり気圧っていうのはこの人の上にある情報の空気の重みのことを気圧って言います。いいですか。情報にある空気の重みのことを気圧って言います。 OK。 で、中学の時に低気圧とかね、高気圧とか結構聞いたことあると思うんだけど、それっていうのは何かっていうと、ちょっと見てください。まず1個目ね、こうかな、はい、見てください。これとこれ比べてみて、空気の粒々がさ、少なくなってるよね。つまり軽くなってるんだよね。軽くなってるっていうことで、低気圧っていうのは空気が軽い時を空気圧、低気圧と言います。軽い時ですか。その条件はさっきの言った密度が小さい時、密度が小さい時。そして2つ目は、自分がね、高い山に登ったりとかして情報の空気がね、自分が高いところに行くんだから少なくなるという時、まあ高度が高い時、見えるかな、はい、高度が高い時。で、最後に何らかの理由で上昇気流がね、発生して自分の上の空気が取っ張られるとね、取っ張られちゃうと、そういう時にも低気圧になります。上昇気流、はい、大丈夫ですか。じゃあ次、高気圧いきますよ。高気圧は低気圧の反対なんだから、情報の空気が重い時を高気圧と言います。どういう条件があるかっていうと、見てください。空気の粒々いっぱいあるよね。気持ち悪いね、なんかね、ちょっと湿疹みたいだよね。この前ホッキ食ってね、こういう粒々出ちゃったんだけど、密度が高い時、ね、はい、密度が高いと上にあるね、空気の量が多くなるので、重くなると、つまり高気圧になるっていうことですね。で、2つ目、今度はこっちの逆で、上から空気が降ってくる、つまり上にある空気がどんどん押されていくわけなんだから、これも重く感じると、つまり高気圧になる。下降気流、こういう条件で低気圧とか高気圧っていうのが決まっていきます。 OK ですか。大丈夫かな。大丈夫。じゃあちょっと板書チェンジします。